はい、パーソナルトレーナーのゆうじです。今日もですね、いろんな質問を皆さんからいただいてますので、それについていろいろ答えていきたいと思います。結構ね、たくさん項目ありますので、テンポよくいきたいと思っていますけれども、まず一つ目はですね、アブローラーを膝頃でやってるんですけれども、下っ腹だけ筋肉痛になるんですけど、それでいいんでしょうか、ということですね。まあ、この下っ腹だけ筋肉痛になるっていう方が羨ましいという人もいるかもしれないんですけども、もちろんね、下っ腹が筋肉痛になるのは全然間違いではなくてですね、僕もアブローラーをやってると、このへそから下のところがかなり筋肉痛になります。なので間違った使い方ではないんですけど、多分本人的には上の方が効いてるんですけど、いいんでしょうか、ということなんですね。まあ、確かに筋肉痛、アブローラーの筋肉痛については、僕はへそから下もかなり来るんですけれども、へそから上の部分も効きます。これ何がそういう風にさせてるのかというと、まずへそから下に来るっていうのが、以前動画でも説明したんですけども、このアブローラーをやっていくのはこの下半身の方なんですね。この下半身の方が、股関節がまっすぐのこの状態になっていくと、この時にかなり膝でそもそも地面をこっち側に押さえてるので、この状態、膝をこっち側に押さえてるので、かなりへそから下を使ってる状態ですね。この状態になるとへそから下を使ってる状態。だけど今ほら、この状態だと上半身が下まで降りてないでしょ。なのでそうすると上側があまり伸びてないので、もしかしたらこの方の場合には下半身はまっすぐまでね、体と足がまっすぐ、太ももまっすぐになるまで行ってるんですけども、上半身があまり行ってないから上はなってない、下だけなってるのかもしれないですね。まあ実際にちょっと見てないのではっきりわからないんですけど、ただこれが下の方も体に対してまっすぐになるけれども、腕もかなりまっすぐまで下まで降りてくれば、上も下も両方とも筋肉痛になるぐらい効いてくるんじゃないかなと思いますので、まあ、下っ腹しか効いてないということであれば、自分がね、きちんとこの胸がつくぐらいまでいけてるかどうか、そこまで使っていけばかなり上の方が効いてくると思いますね。そこをちょっと注意してやってみてもらいたいですね。ただ、いつも注意しているように、その下まで下ろすだけの筋力が自分にちゃんと備わってるかどうかですね。これを、十分にね、オルタナイトプランクとか、普通の腹筋とか強くないのに、やろうと思うと耐えきれなくて怪我をすることもありますので、まあそこはね、十分他の運動で腹筋の筋力も高めながら、やってほしいと思いますね。まあちょっと注意しながらやってみてください。そして次の質問はですね、ゆうじさんは腹横筋を鍛えていますか、という質問なんですね。まず腹横筋というのはですね、このね、触れる腹直筋、そしてその横にある腹斜筋があります。で、その触れる腹筋の奥にある膜のような、腹巻きのようにぐっとくるんでるような、まあそういった薄いね、膜のような筋肉を腹横筋と言いますけれども、まあそれを鍛えてますか、ということですね。まず最初に知っておきたいことというのが、腹横筋だけ鍛えるというのは、まあできないと思います。肘をついて体をまっすぐにやるプランクをやることで、腹横筋を鍛えるって言いますけれども、あれも、まあ、腹横筋締めてますけれども、当然、あれやってる腹直筋もかなり使ってます。まあ、もしかしたら半分以上は腹直筋を使ってるかもしれないです。まあ、その証拠に、例えば最初にね、クランチをやって、ものすごく一生懸命クランチをやって、かなり疲れさせて、その直後にプランクに入っていくと、まあ、腹直筋がきつくてきつくて、腹直筋がきつくて耐えられないという感じになってくると思います。なので、プランクをやってるのも腹横筋だけをやってるわけではない。同時にやってるということなんですね。なので僕は腹横筋だけを鍛えてるというつもりはないんですけれども、普通のね、クランチ、もしくはどっちかというとこの足上げ系かな、レッグレーズからダブルハイパークランチをこっちの時に、常に、プランクのようなこう押さえ方をしてるわけですね。当然、上げてきた時、まあ上も下もこれ上げますけども、その時にグッと中に押し込んでる形。で、足と頭の方で降りてきますけど、その時のものすごい抑え込んでるので、正直プランクと同じぐらいか、それ以上にグッと全力で抑えてる。なんとなく、ポワーンと戻ってしまうんじゃなくて、ものすごい全力で抑えてるので、これは腹直筋と腹横筋も同時に使ってる状態なんですね。それをずっと抑える力を加えながら、腹横筋でグッと全体締めた中で、縦の腹直筋が収縮、伸びるということをやっている。腹横筋をグッと全力で締めたままなんですね。まあ、そういうようなやり方をやってますので、まあ、腹横筋だけを鍛えているというよりは、他の腹筋運動、レッグレーズとかダブルハイパークランチをやっているときに同時に鍛えているという感じで腹横筋を鍛えています。そして次はですね、まあ、これ質問ではないんですけれども、先日ね、僕が腹筋の才能がないということをお話ししたらですね、動画でね。そしたら、ゆうじさんにも苦手意識があったんですね、ということだったんですけど、
これね、苦手意識と才能がないは、まあ別の話ですね。腹筋に関しては才能はないです。だけど、苦手ではないですよ。そういうつもりはなかったかもしれないですけど、苦手というのは、まあ気持ち的に嫌だ、やりたくないとか、どうもうまくいかないからやりたくない、みたいな気持ちが入ってるじゃないですか。でも、才能がないっていうのは、客観的に見て、つきやすい素質がないというだけであって、気持ちの部分は一切なくて、ある意味、冷淡な目で見て才能がないというだけの話なんですね。だから僕は、腹筋と、あと二頭筋もね、昔は結構ね、入りづらくて、わからないっていうのはあったんですけど、だけど、苦手というのはなくてですね、やりたくないとか、やりたくない種目っていうのは、基本的にね、本当になかったんですよ。なかったっていうか、才能がないから、わかりづらいからこそ、一生懸命やらなきゃいけないという気持ちがあっただけなので、苦手で自分からその腹筋とか二頭筋を遠ざけてたっていうのはあんまりないんですね。逆にまあ僕的にはなんとか克服したい、なんとか克服してやろうみたいな気持ちしかなかったので、まあこの辺についてはね、苦手ではなくて、才能がなかっただけで、頑張るのは頑張ってたというところがまあ実情かなということなので、まあ皆さんもね、やりづらいとこあると思うんですよ。なかなかうまくわからないという箇所あるかと思うんですけど、苦手意識は持たないで、よしやってやろう、乗り越えてやろうという気持ちだけ持って筋トレしていただければと思います。そして次はですね、バックランジでお腹に刺激を感じないんですけど、これでいいんでしょうかという質問なんですね。これね、バックランジでお腹の肉は減りますと言ってるんですけれども、お腹の腹筋をやってるわけではないということですね。腹筋をやるからお腹の体脂肪が減るわけではなくて、大きな筋肉をやってからエネルギー消費をしてってお腹の体脂肪が減るということなので、バックランジをやってるとお腹に効くっていうわけではないということですね。なので、やってる最中にお腹にすごく力を入れてる感覚っていうのはそこまであるわけではないです。まあ、バックランジをやってる時に気をつけてくださいということで、お腹をカチッと固めたままで降りてください。それが緩んで力が抜けてるとグーッとこういう形になりますよっていうので、ここで固めてくださいと言ってますけれども、何もこれをやってる時に、ね、この時に、ふっここものすごい全力で入れろっていうわけじゃないですよ。それをやってしまうと、体って逆に動けなくなるんですよ。それは他のスポーツの世界でも一緒で、スポーツで体幹が大事だ、体幹が大事だと言いますが、実際に何かやってる時に、ふーっと込めすぎると、もう手足逆に動かなくなってしまうんで、それは必要な瞬間にキュッと締まるっていうのは正しくて、こういったこの瞬間にキュッと一瞬だけ締まるというのは正しくてですね。だからバックランジも立ってる時は何もないし、上がろうとするこの瞬間にキュッと締まって上がるだけなんですね。だからお腹に刺激っていうのは特になくていいです。ただこれが崩れないようなぐらいの柔らかく締めてる、気づかないぐらいけど柔らかく固定してるぐらいはまあ必要ですよということなので、まあお腹の刺激はなくていいです。足だけ使ってれば全然構わないです。やってる最中ここで感じるんですけどっていう質問もあるんですけど、まあバックランジはそれ正しいですよ。まあお尻を使ってお尻を使ってって言ってますけど、実際にはお尻ともも裏の付け根と大腿四頭筋、この3つを使ってますので、大腿四頭筋を感じないわけじゃなくて感じます。まあ多分やってる時に30回とか回数が多くなってくると結構ここが熱くなってくると思うんですよね。で、お尻の方は逆にその意識をしないとやっぱり分かりづらいところありますので、前は簡単なんですよ。だからこのもっと意識してもっと意識してて僕は言ってるのは、もっと意識をしないとこっちを使いづらくなってくるので、意識はそっちに向けてください。こっちは忘れてでも効きますよということなので、まあここに来ててやってる時にここがきつくなるというのは別に間違いではないです。だけど、頭の中ではイメージとしてお尻の筋肉でかかとを押しているというイメージだけを持ち続けていけば、まあ大丈夫です。まあそういうふうにやっていけばこっち側も使いますし、エネルギー消費もどんどんしていきますので、まあそこは心配しないでください。そして続いてバックランについてもう一つ質問なんですけども、バックランジを始めたばっかりなんですけど、どうしてもふらつきます。どうすればいいでしょう。この間はね、ふらつくことに関して、僕のやっぱりこういうね、体重のかけ方が悪いんじゃないかとか、あるいは下で一回、一度いて筋力上げてくれって言ったんですけど、中には体重がすごく重いとか、そもそもこの下ろす段階で降りるだけの筋力がない、あるいは一度止めるだけの筋力もまだまだないという人がまあいるかもしれないです。なので、その場合にはもう、しょうがないです。しょうがないですから、壁を触ってもいいです。壁を触って多少壁触りながらこういう感じでやってもいいですけれども、重要なのが軽く触るということね。軽くですよ。なのでもう正直指1本とか、今僕やったのはこの指何本4本小指以外の4本ですけど、それね、触ってるんですけれどもスライドさせます。これを固定したままでやっていくと、ここでね、再スタートポジションでここで持って固定してやってると、どうしてもこのまま行くと体が前に倒れちゃう。ここで固定してるから。
なので、体はどうしても少しね、今この位置よりも少し下がりますから、20センチ、25センチ下がりますから、そうすると、触ってるんだけれども、で、前見てね、前見て触ってるんだけれども、少しスライドさせて、万が一倒れそうになったら、ちょっと体重かけようかなっていうぐらいの感じで触ってるぐらいで、こう、スライドさせながら指だけで触ってる。こう、体重をかけることもないようにしてね。そういう感じで、まあ、やってみてください。ただし、この、触りながらというのは、僕としては、2週間で卒業してほしいです。まあ、週5日以上やってて、2週間で卒業してほしいです。触りながら、ここでできれば、1、2としっかり頑張って、下で、長く使っていくという感じで、2週間で卒業してほしい。でなければ、いつまでもいつまでもこの状態なので、通常、まあ、僕が、もし、目の前で見て指導しているなら、おそらく、まあ、その毎日毎日やってるとしたら、1週間で卒業できます。なので、まあ、自分でやったとしても、2週間で卒業するように、足の筋力を高めてほしい。で、高まるはずなので、そこはね、なんとかその期限までに、これを触るのは卒業してください。そして、さらにバックランジについての質問なんですけれども、バックランジを今1ヶ月やってるんですけれども、お腹の体脂肪落ちてきた感じはあるんですけども、横の浮き輪肉は減りません。どうすればいいでしょうかという質問なんですね。まあ、まずこれについては、ちょっと待ってよ。お腹の体脂肪は減ってるんですよね。で、浮き輪肉がまだ減ってないということですよね。という文章ですよね。まあ、そんなに長く書いてあるわけじゃなくて、3行ぐらいだったので、そこまでしか見取れないですけど、まあ、1ヶ月で減ってる感じはあるわけですよ。なので、じゃあ減ってるんですね。で、このね、横の浮き輪肉、ここですね、腰の上についてるこの辺りの浮き輪肉っていうのはですね、まあ、気がついた時に自分がぐっともう太ってしまってたっていうんであればわからないかもしれないんですが、そんなに太ってなかった人が最初にちょっとつき始める、あるいは中年になってちょっとつき始めるっていうのは、もうここなんですね。やっぱりこの浮き輪肉からつき始める。で、最初からこっからつき始めるっていう人はあんまりいなくてですね。まあ、強いて言うのはかなりちょっとお酒飲みにすると何故か知らないけど、この辺の内臓脂肪が増えてぐっと増えるっていうことがあるんですけれども、まあ、通常普通に食べ物でちょっと増えていく、あるいは中年になって代謝が落ちていって太っていくというのは、ここから太っていくんじゃなくて、ここにつき始めるわけですね。ベルトの上に乗るあたりからつき始めるので、そもそもが一番最初にここがつく。で、それからさらに他が増えていくので、この辺も増えていく、この辺もこの辺も増えていくというふうになってくるわけで、それが今度逆のパターンで減っていくときには、こうここら辺減っていって、ここが減ってきて、結局最後に残ったのはここになってきて、それが最後に減っていくという順序なだけなので、まあ、今まだね、始めて1ヶ月なんですよ。それで減ってる感じがあるので、全然いい方向に進んでるので、もうそのまま続けてもらえばいいと思うんですね。それで今言ったように、順番としてはお腹としてはこっちがまあまあ減ってきて、それから最後にこう残ってる感じあるかもしれないですけど、もっと続けていけばこれがだんだん減ってくるということなので、まあこれはね、誰でも同じです。なので、そこはちょっと続けてみてください。ここについてるからといって、決してサイドベンドをグーグーやったから落ちるというわけでもなく、ジムでね、45度のバック薬膳症を横になって、ぐいぐいこういう風にやったから落ちるというわけではなくて、そのバックランジとかで足をしっかり使っていけば、どんどんエネルギー消費をして落ちてくるんです。この腰の浮き輪肉も落ちてくる。ということなので、もう少しね、続けてやってみてください。どんどん減っていきます。そしてですね、大胸筋についての質問なんですけれども、大胸筋の片方だけ小さいんですけれども、左右比べて片方だけ小さいんですけれども、片方だけダンベルを持ってのダンベルプレスをやってもいいですか？そうすれば良くなりますか？という質問なんですけれども、まあ他の場所、例えば二頭筋が、まあ右利きで左が弱いから左をちょっと多めにやろうとか、足がね、ランジをやってみると、ブルガリアとかバックランジやってみると、片足だけ弱いから、片足だけちょっと多めにバックランジでも、こっちだけを多めにやってもいいか、ブルガリアンでこっちだけをね、多めにやってもいいかというのは、まあそれはあります。そういうのはあるんですけれども、まあ例えば背中でもまあ片方だけワンハンドルちょっと多くやるっていうのはまあありかもしれないですけど、ただ大胸筋、ダンベルプレスについては、基本的にどうしてもこう寝転んでやることなので、これを片方だけやってると、この中心ですね、この中心軸が取れなくて、こっちにダメのってぐーっと倒れていきますね。倒れていって、どうしてもこれがずれてしまうので、うまくできないです。これはもう両方持ってるから真ん中に中心ができて、釣り合いが取れてできてくることなんですけれども。なので、これを片方だけ手を置いて、こうやってやっていけばいいというふうに、他の箇所のようにはいかないです。どうしても寝転んで
猫の左右でバランスを取りながらやってることなので、これはできないんですね。例えば、ダンベルプレス20キロが10回ね、20キロができる人が、じゃあ片方20キロでこれできるかっていうと、もうできないです。おそらく10キロぐらい、半分ぐらいしかできないと思います。そうすると、20キロそもそもできる人が10キロしか扱ってないと、まあ、やっぱりその、いくらね、この小さい方の大胸筋といえども、あんまりもうトレーニングになってこないと思うんですね。それでバランスを取れるぐらいの重さだろうと思ったら、やっぱり半分ぐらいになってしまうということなんですね。なので、これは正直言うと、大胸筋は片方だけでは正直できないです。もう多分、ケーブルとかでやっても、まあ同じことで、片方だけ引っ張られてしまうので、うまくできないです。なので、この大胸筋のこの問題については、もちろん違う観点で考えてほしいんですね。今、20キロで10回って言いました。今、20キロで10回できてる人は、さっきのも当然10キロだとうまくいかないけれども、これをね、1回、まあ、20キロから15キロ落とします。15キロ落として、ものすごく丁寧にやって、小さい方側がかなりきつく上がらなくなるような、すごく正確なフォームで、ゆっくり、丁寧に効かせながらやるという方法をとってください。そうすればまず重さ的には10キロじゃなくて15キロやってるので、これで丁寧にやっていけば、まあまあ結構大胸筋としてすごく十分ね、鍛えられるトレーニングになってきます。ただそれをもともと20キロでやってるので、かなり無理があって形が良くない中の一つに、この自分の中心がね、こうずれてあげてる人ってこういるんですよ。中にはこのお腹の辺からずれてあげてる人もいるので、そもそもこのずれてあげてるっていうのを直していかなきゃいけないので、これはまあちょっと真上から人ね、頭の方から人に見てもらうか、まあなんとか自分でこのビデオを撮って、これがね、上げるときにこうずれてないかね、ちょっとこうずれてる場合結構あるので、それをまず直していく。そのためには20キロじゃなくて15キロ落としてやっていけば、これが直せるし、大胸筋のトレーニングになる。これが10キロになってしまうと大胸筋のトレーニングになるので、そこのバランスとやり方ですね、そこをぜひ考えてみて修正をしてみてください。まあ、ただ中にはもう先天的に片方発達しないということもまあありますので、まあそこはちょっとね、見極めていただければと思います。あともう一つ、大胸筋絡みの質問なんですけれども、3ヶ月前からトレーニングを始めてます。大胸筋は鏡で見てもついてる感じになってきたんですけれども、今はダンベルプレスをダンベルフライにしてますが、どちらがいいでしょうかということなんですね。これはですね、トレーナーによってはダンベルフライいいよいいよって勧める人もいると思うんですけれども、今現在まだトレーニングはね、本気で始めて3ヶ月の人がダンベルフライをやるっていうのはまあ難しいと思うんで、実際フライ難しいです。というのもフライというのはこっからこういうふうに広がってきますよね。こういうふうになります。で、横から見るとこういうふうになります。でこれは手の上にまあダンベルが乗ってて、この垂直な状態にダンベルがあって、この状態ですね、この状態に負荷がかかっているものがだん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 開いてきて、腕に対して真横で垂直になってくる。今これだと0度にあるものがこっちに来て、手のひらに乗ってるものが90度、0度から90度までの調整をしていかなければ、まあ真横まで行くとしたらね、90度までのその調整をしていかなければ、この0から90までの調整はすごく難しいんですね。ここに乗ってる感覚がどんどん変わるのに、ここは一定に力を入れ続けられるかっていうのが、まあ正直言うと、3ヶ月は僕はちょっとね、難しすぎると思うんですよ。なので、それだったら、プレスであれば、正直、手のひらに乗ってる感覚が一切ここからここまでは変わりません。肘の位置はまあ変わりますけれども、手のひらに乗ってる位置は変わらないので、そこをもうちょっと追い詰めてやった方が、大胸筋はもっともっと作られると思うんですね。もうそもそもその大胸筋の感覚というものが3ヶ月ではつかめてないのが、プレスを持ってやり続けることで、大胸筋の感覚はもっとレベルが上がっていくんですね。なので、今は全然まだまだプレスで進めていった方が僕はいいと思います。逆にフライになって、なんかどこに負荷がかかってるかな、やってるようだけども実際に効いてないみたいなことがまあ起きがちなんですね。なので僕から言えばですね、あくまで、まあ、僕はですけれども、もう1年、もしくは3年ぐらいまではもうプレス系だけで攻めていいと思います。インクラインやってもいいし、それにプレスをやってもいいし、あとでベンチプレスをつけてもいいんですけど、もうプレス系だけで2年、3年進めていってもいいと思うんですね。で、そこら辺まで行って、かなり俺はもうね、プレスでもね、どこの位置にあっても収縮も全部わかるよっていうなれば、フライに移ってもいいかと思うので、まあ、あまりね、急がないでね、僕はしばらくはプレスで進めていった方がいいと思います。はい。まあ、そんな感じで結構いろんな質問があって盛りだくさんでした。はい。またね、質問があればいろいろコメントの方によろしくお願いします。パーソナルトレーナーのゆうじでした。Go! Go!